へい、それざしです。はい、というわけでレインズ続きやっていきましょう。ちょっとマイクを見直しまして、無駄にマイク音声に BGM が入っちゃってるっていうね、なので二重に聞こえてたと思います。そしたらジョンやっていきましょう。ジョン、はい、フミニア公主とされている。島の民は我らの脅威、汽船を制止してみるのが、特策。はい、わかりました。巡回の兵士を増やしません。陛下にプレゼントがあるよ。右手取り上げて、俺は左手派かな。ひどいやつだな。王に鳥の死骸を手渡すわ。それだけで打ち首だと思うんだけど。祈りを捧げましょう。どうぞ。お金使うんかい。古くから修道院で生産してきた商品を商人ギルドが。いや、これは、逆。あ、ごめん、はい。おお、危ねえ。金なくなったんかと思った。都市間検索できません。金がないんで。いいですよ。茶色いのと黒いのは、茶色いのと青いのがいます。ここ、青い方を食べてみるっていうのがあるので、青い方を飲んでみます。変革を、青い方を食べてみると。気分が高揚してきた。この先、数々の不思議な体験をするだろう。はい。はい、まあ、急にね、ふさみみちゃんになっちゃってね。唾を吐く。処罰。あ、陛下、王様さんのないね。陛下やってることで民そそこを受けてるのは例のしょぼい春松ぐらいだ。いいじゃないもん。徳さんリュートの演奏に合わせてよちよち踊るだけだろう。何が楽しいんだかさっぱりだ。お前は来なくていいよ。じゃあ何を言うとね。大衆が求めているのは複雑なストーリーとアクションとロマンス要素満載の刺激に満ちたエンタメコンテンツだ。まあ、それはちょっとわからんでもない。つうわけだから、おいらがこの城の娯楽管轄、責任者に就任してやる。礼には及ばないぜ。ダメだと言ったら。おいらはこの城から出ていく。あんたは春祭り好きなだけ、ダサい踊りを踊ればいいさ。でも金がねえんだよな。絶対これ金減るよな。次ほじゃ。なんで？8000ゴールドお貸ししましょう。利子は 5% です。金ねえし、借りとくか。良いの王とは危険です。夜間の禁止を奪回しと禁じましょう。いいえ。負けたん。陛下、借金。早い。早い。5% って。つか、そのまま丸々返さんだもんな。はい、すいません。まあちょっとね、幻覚見ちゃったんでね、軽く終わっちゃいましたけど。はい。おとなしくエドワードでいきましょう。グッチカルフォー。グッチカルフォー。酔った兵士たちが修道院を襲い、金物を奪っていきました。陛下、しかるべき平成採用。はい。また食べんの？また食べたよ。一体何人の命を奪ったでしょう。もうお前は処刑人だから。どうか退職しようか。すまんな。静かな河口付近は危険な沼地。ここはいいでしょう。私が引き継ぎましょう。絶対お前、実験に使うからな。まあいいだろう。金はくれ。医者安全対策がまるで無頓着だった。アホや。死んでるー。囚人を被験者にして実験を行った直後、王国内に疫病が蔓延。王は最初の犠牲者の一人となった。なんてやつは体取れてんじゃねえか。はいはい、4年で死ぬ王ってやばいな。そんな人間いる？ジェラルド。ジェラルド行くぞ。ゼール。馬車は道路のどちら側を走るべきでしょうか。まあ、左かな。日本は。変な手合わせ、行くか。見たわ。よし。見ているこっちがヒヤヒヤする。
ちょっいや攻撃だ。いて。あれ下がった。王に熱い視線をこれだ。あれここは防御ですね。ダメじゃん。上から目線で言わオンディア、勢力を盛り返していますと。戦いましょう。結婚しましょう。ピッオリン深く掘ってみましょう。今のうちに攻め攻めいらん。停戦が実現しようす。やるやん。はい。新たな教会いる。さらなる徴兵を、これは仕方ない。頭部をためる、ドンが陛下との謁見を希望しております。あの者に攻め込めば我が軍も一つあまりもないと。はい、またかスリスリしたい。まことか、本当か。おー終わってるわ。これさ永遠にループになるんだよな。馬を与えよう。なんでしゃばれしゃばれと。ネズミはオレンジだと。なんであっとんねん。男は裏切りに張り付いていた大きな肉を剥がし王に差し出した。食べましょう。あ、侮辱でしたね。適当に言葉をしゃべるもんではないね。反乱が出ています。救難活動。一隻の船は権益を受けています。大事を取って港を封鎖しますか。金減るな、多分。ダメだわ。牧師病です。すんません。金がなくて。ダメや。暗黒の時代だ。金がね、武器もね、武器、軍もね。なにー、いや、やられてんじゃねえか。やばいな、ちょっと調子悪いぜ。12年、それでもまあ12年か。普通12年どうなんだろう。ハリー・ポッター、行こうか、ハリー・ポッター。マリアンディ。商売、円滑、商業協定、はい、OK です。錬金術と黒魔術をあれこれ楽しみしておりましたところ、偶然こんなもの出来上がりました。素晴らしい。壺に話しかける、壺です。怪しいな。お前が実はスピーカー入れて裏から操ろうっつってんじゃねえのか。返事がない。ただの近場ね。妻とはなんか中になんかいるよね。何がお前のことではない。その医者が嘘つきだと言っているんだ。そいつは俺をラマスクスで見つけた。そうだ、誰だ。その実演は、その質問は漠然としすぎていて意味がない。凍れる血を手に入れたらまた俺を訪ねればいい。わかった。陛下、今年は豊作でした。よかったね。東部の諸部族が攻めてきます。徴兵しましょう。恵まれない子供たちに愛の手を。はい。象を捕獲しました。見せてみよう。象。象とは。な。いや、これは象ではない。おお、急に俺がおかしいみたいに言うなよ。ご冗談、そんなものは存在いたしません。いや、お前、これ、どう見てもドラゴン。あ、象王なのに象の正体は暴くなんだ。正体を暴かれた象は、足の大部分を破壊して逃げていった。それはそれでご迷惑。バシリカの塔が倒壊しかかっている。倒壊すればいいんじゃない？やる、ポイント。貧しい平民たちのために建てた借家の家賃を値上げして、国庫の収入。減り具合から考えるとこうな。つら。陛下、弊社の衛生状態はひどいものです。まあ言うとか。あばれ、あばれ。もうものが。策はあるか。都会ウドリー。領主に任命し、あの地を納めさせていただけるやり方が、はい。いいんじゃない？やらば、ほんと。おい、頑張れ。絶対お前、絶対お前裏切んなよ。もう早速不正。なんてやつだ。本当無理や。ええー。
なんでお前が山賊になってんねえって話だよ。これ前もあったぞ。ほんと、ほんと。山賊は高い顔をしましょう。しゃあねえな。少ねえな。お前今まで何使ってんてかね。エルブ。あら。ああ。役立つはダメです。あ、めっちゃ減った。まあいいでしょう。ディベジョン。捜索隊出しましょう。狼に抑えています。我々で退治してもよろしいでしょうか。泳が退治しよう。やったぜ。今朝の陛下の日は尺投げのような匂いがします。当分は馬での外出を控えよう。病気なんかな。ババ。修道女たちが猫のような声を上げて騒ぎ始めました。異常な行動は村人にまで伝染しているようだ。そうですね。はい、教会は恥をかきました。ダブを建設してください。わかりました。お、やったぜ。金は俺に入らんだぞ。東部の諸部族。ああ、そういうことか。まあ、しゃあねえか。大火の火の手が白い目に迫っています。要塞守るか。金が。そうですね。まあ、お願いします。そうだな。神の教えに反する実験はやめさせましょう。医術に実験は、つきものですと。ひっそりやれと。ミサオ。亡きお父上はどのお父上なんだろうか。金がねえんだよ。ラガン、コアンディア。ミカエル一切ないの？本当に？じゃあいいや。引っ張られるよ。はい、お願いします。白魔術。痛い。悪魔アザムク術？はい。引っ張られるよ。引っ張ゴリ。なんで？レティリアナは白い骨を宙に払った。6つの数字が見えますわ。10436831214841436169。やべ、これ覚えてないぞ。覚えてないぞ。覚えてないけど、一回ちょっと取っていけ。はい、OK でーす。あれ関係なかった。オートに学校を建設しましょう。金がないんでやめます。レックスは王についてきてほしい。わかったわかった。ほら、そってこい。もう一度か。ほら持ってこい。もう一度か。ほら持ってこい。永遠か、永遠か。俺はコアに続く地獄の遊び。もうやめだ。遅い。あれ、もういいぞ、戦おうか。それは本気がぐすぶり。あ、お道具の挑発。あれ。防御の時は俺も下がる。こうだな。よし。それは鷹の調子に必死なのが芋虫の真似。いや、これは下がろう。あ、上でもう分かるね、防御しないの。イカれる獅子。あれ、イカれる獅子、防御に強いんじゃなかったっけ。もっとやられてますわ。黙れ。ほい、防御。あ、防御しちゃダメなの。あれ、まあでも聞きたくないな。はい、ありがとうございます。A の給料は安い。嫌だ。処罰します。教会税でお金を増やしましょう。砂糖の取り立て兵が控えないと命にかかりますよ。急に真っ当なこと。優秀な司令官。あ、またまたお前反逆しようとしてね。西の村の民が公認を襲われると言って怯えています。そなたが対応に当たる。夜の音は危険です。夜間の外出を禁じましょう。はい、あ、めっちゃ金だ。だから金がねえんだ。お前その金使ったって言うなよ。お前ファイアッケー。ああ、いいぞ。オリンパス。
はい、ありがとうございます。いや、協力要請、我が軍を中立の監視軍として派遣しますが、無論南部からの謝礼金は期待できます。はい、やる、めっちゃ金もらった。事業支出されませんが、当たれば大儲けですよ。事業は痛い。西部の科学者仲間を集め交流会開きたい。いいですよ。イサミア氏からシスターを演じ、西部と南部と西部双方と戦争状態に突入。あ、監視しとったんちゃうんかいや。いや、そうか。戦い。俺も死ぬ。おお、急に来た。お前はじきに、死ぬだろう。王でありながら老衰で最後を迎えるとは何とも幸運なことよ。ああ、確かに老衰って大体肺炎だって聞くよね。はい。どうした？お、普通に死んだ。これ初めてのパターンだね。国民全員がその死を悲しんだ。彼は死後も名君として称えられ、墓所には礼拝堂が建設された。はい、いい感じでハイスコアで普通に年取ったんだね。はい、いいね。結局壺はどうなったんだろう。壺の話はどこ行ったか。エドワード、また帰ってきたか、エドワード。ああ、壺が。はい。では、生前を始めるという、まあ、とんでもないワードがありますけども、ここで終わりにしましょう。また、気長にね、やっていこうと思います。それでは、さよなら。